こんにちは。JCC 三人娘が行く次女のジュリです。今日は花いっぱいの冬の伊豆にやってきました。ここ下田市にある爪木崎にはなんと300万輪の野水仙が自生しているそうなんです。初日の今日、花はまだ咲き始めなんですが、満開を迎えるとこの岬一面に真っ白な絨毯を広げたような絶景が見られるということです。何ですかこれ。これペンギン。はい、ペリリン、はい、こっち向いて、ペリリン、ペリリン、右向いて、ペリリン、右向いて、はい、こんにちは。島のご当地キャラ、よろしくお願いします。ご当地キャラなんですね。ペンギン、はい、そうですね、あのペンギンの妖精なんですけれども。妖精なんですね。はい、あのペリーさんのね、生まれたニューポート市アメリカの、はい、で、生まれたもので、それであのペリリンというですね、お名前の方を付けさせていただきます。へー、はい、これからペルリンが下田の PR で頑張ってくれるんですね。はい、な、ペルリン頑張って。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。すいません、なんかここで下田の美味しいものが食べれるって言ってきたんですけど。はい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 、すごっ。はいはい、どうぞ。立派これ。いやいや、もうこれで十分十分。こんなにいただけるんですか。十分受け取れた。ね、あいつらね、あいつら違うんだよ。下田の金目をここに水揚げ、水揚げ日本一でね、いや本当そうなんですよ。水揚げ日本一の中でそれを水揚げ日本一とキーワードで上手に扱いませんかってやり始めて、それでもう15年以上。おいしくなーれ、おいしくなーれ。そうそう、そうなの。疲れた。やっちゃう。美味しそう。はい、すごい知らなかったですよ。おいしい。釣った自然薯と日本酒。これもあり。美味しい。